着いたら、おっと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 、よいしょ。あー、なんかだった。行き過ぎた。行き過ぎず、犬がいるところの右に、こっちから。はい、行きます。ここで案があるんですね。これ行けるかな。ちょっと待ってください。これぐらいの段差。段差何センチぐらいだった？では。ここに、はい、こういう3つに分かれた木の板がはしごがあって、あ、すごい、それをかけてこう玄関から皆さん入ってたんやけど、その木がもう、そうじゃない、古いんで、古くなっちゃったんで、電動重いでしょ。そうなんですよ。そう、電動は通ったことがないんで、木がもう何層も何人も前のやつだから、バキっていく可能性十分だなと思った。やめましょう、それはね。これがね、そう、バッチリです。よかったよかった。ここは絶対この間無理やから、とにかくこの状態で来てもらって、これもでもこれでいっぱいいっぱいやから、ここに一旦収まるかどうか。そうですね。収まるかな。だいぶでかいですね、この状態は。幅はね、そんなに変わらないんですけど、ちょっとこの旋回する時の長さとかが。ちょっとでも見て、検討してもらいましょうか。測った方がいい、数を。測った方がいい。測れます。測った方がいい。はい、お願いします。ちょっと、あ、いけた、いきました。ほうほう、はい、あ、なるほど。はい、お願いします。こんな感じです。あ、そうですね、いけるかな。あー、そうか。あ、反対、ここで待って、はい、反対側待ってね。こっちは開きます。すいません。はい、の、よかった。あ、そしたらこれます。それで、これで、あー、そうか、ここまでギリギリまで、よしって反対を開けたらいけるかな。ちょっと待ってくださいね。これね、なんで撮ってるかというと、友達が来れるかどうかっていう、ちょっと厳しいかな。今この状態です。で、ここで持っていただいたら、もう一人、もう一人流れだったらいけるかもしれないですね。ちょっとお手伝いください。すいません、もうちょっと寄せれます。開けてしまうのがいいですね。開けてしまうと入らないので、一回開けてみましょう。ああ、やっぱ開けると入らないから。で、旋回しながら開けてもらって、はい、もうちょっと、もうちょっとだけ。はい、ちょっと方向変えて。OK です、行けました。この幅です。はい。そうですね。そうなんです。もう一人入ってもらった。ああ。間違えた。9年ぶり。めっちゃ久しぶりやん。元気ですか？いや、この通りやん。もともとでも大きい人ですよね。もともとで大きい子になりました。てしまいましたが、行きに行ったルートだとちょっと坂が大変なことになっていました。改札を、明石駅改札を出まして、左手に出るとこう出てきます。で、バス乗り場があって、そのまままっすぐ行きまして、こっち側から行きますとかなりの坂がありますので、このちょうどこの辺にミスタードーナツがありますから、このまままっすぐ来て、レストランとかが入っている
ビオレダイニングを目安にしていただいて、それを線にこっちに曲がります。で、横断歩道を渡りまして、なんて書いてるかな、赤しなんとか目が見えない、なんとか自動車置き場的なものがあります。で、見えませんが、ここをそのまま入っていくと、ちょうど工事中なんですが、遅い展示ブロックの道をですね、車椅子だと通れますので、まっすぐ行っていただいて、で、そこからは地図が出ると思いますが、そんなに、大変な坂ではなかったです。手動式だとちょっと行きは上りなので辛いかもしれませんけど、何かあったら連絡をしてください。事前に連絡いただけると対応ができると思います。電動に関しては問題ないと思われます。こっちには進まないようにお願いいたしますぐらいかな。はい、車椅子用のお手洗いは一応ありまして、で、男性の方はちょっと手動でないと厳しいですけど、女性用の方を使わせてもらうということもできますので、お申し付けください。また事前に言っていただけると、車椅子で見やすいお席も確保、私の方でもしておきますし、田中先生の方にもお伝えします。雪だけ気をつけてください。お待ちしております。